エナナン大丈夫かな。メッセージも送ってみたけど全然既読つかないし。どうしておまけだなんて思ったんだろう。エナナンの絵とアミヤの MV があるからたくさんの人に歌が届くのに。え、そうかな。うん、エナナンとアミヤが入ってくれてから再生数もすごく伸びた。歌の世界観が一目でわかるアートワークがあるからこそ歌はたくさんの人に伝わる。だからおまけなんかじゃない、そういう風に思ってほしくない。やっぱもう一回エナナンと話そう。なんであんなこと言ったのかはわかんないけど、わかんないなら話した方がいいって思うんだ。うん、そうだね。でもどこに行けばエナナンに会えるんだろう。エナナン家は知らないし、ファミレスで待っててもさすがに会えないよね。エナナンに会えそうな場所。世界。え？前にユキがいなくなった時は世界に行ってた。だからエナナンも世界にいるかもしれない。そっか。そうだね。そしたらみんなで行ってみよう。私も行く必要ある？え？エナナンが何を言いたいのか私にはわからないから、行っても意味がないと思う。ユキの好きにしていいよ。うん、そうだね。もしエナナンがいたら僕たちが説得してくるからさ。うん。お、いた、ミク。あ、みんな来てくれたんだ。うん、エナがいるかもって思って。真冬も来てくれたんだね。うん。それでエナは来てる？うん、いるけど。やっぱ来てたんだ、よかった。じゃあみんなで会いに行こうよ。さっき話した気持ちをエナに伝えよう。うん、そうだね。ミク、エナがどこにいるのか教えてくれる？ミク、今は話せないと思う。一人になりたい。誰にも会いたくないって言ってたから。会いたくない？エナ、そんなに？でもまだわかんないよ。もう一回ちゃんと会って話せばわかってくれるかも。一人になりたい。そっか、真冬もそうだったもんね。でも私は奏に見つけてもらった。だからここにいる。そりゃたくさんの人に見てもらえたら嬉しいけど、でも私は単純に絵を描くのが好きだから描いてるだけ。エナは一人になりたいわけじゃない。本当はただミク、やっぱり私エナに会いたい。エナの力になりたい。ふーん、そんなに助けたいの？え？じゃあ私も手伝ってあげる。あなたはリン？え？世界にいるのってミクだけじゃなかったんだ。うーん、今までは私だけだったよ。でも前マリオネットが世界に現れたみたいに
少しずつ変わり始めてるのかも。よくわかんないけど、いい方向に変わってきてるって考えてもいいのかな。そうかもね。そっか、よろしく、リン。うん、よろしく。でも、ローラって助けるつもりなの？会いに行っても、その子が一人になりたいなら逃げられちゃうかもしれないでしょ。あ、そっか。それなら私にできることは一つしかない。